カイパー空中点問題カイパー空中点問題はアメリカ航空宇宙局が1974年から1995年まで運用していた航空機搭載の天体望遠鏡システム空中点問題。天文学者ジェラルド・カイパーにちなんで命名されている。大気は光を散乱させるために地上における観測は必ずしも適しているわけではない。 望遠鏡を航空機に搭載し、航空より天体観測を行うことによって、大気の影響を大きく減少させることができる。アメリカ空軍が採用していた、輸送機 C-141 の民間向けでも消える -300 を改装して作られた。1973年より改装が開始され、1974年2月より観測を開始している。 木の全部に開口部が設けられ、木の内部に合計91.5センチメートルの反射望遠鏡を搭載している。主に赤外線分光による観測を目的としていた。観測時は地上1万メートル以上の成層圏を飛行する。カイパーク中天問題は1977年に天皇星の艦を発見したほか、1988年には冥王星大気の観測に成功。 その他、エッジワース・カイパー・ベルト天体の観測で大きな成果を上げている。2006年時点では、カリフォルニア州も、ヘッドのエイムズ研究センターで保管状態にある。また、後継機としてボーイング 747SP を改装した、清掃圏赤外線天文台、ソフィア。ストラトスフェリック・オブザーブトリー・オーインフラレット・アストロノミーの開発が行われ、 2007年4月に初飛行している。ありがとうございます。